はい、皆さんこんにちは、ちでございます。第5回座やっていきましょう。さあ、じゃあね、リスボン目指しましょう。まあ、見かけた港には揺れということかな。中継港というかね、補給しかできない港は別として、交易品寄っている港はね、寄った方がいいのかもしれないですね。で、お金も落として、あ、商品買うの忘れてたんじゃない私。あ、でもバレンシアで買えるもんないか。ないよね、確かバレンシアでは売れるもんはあっても買えるもんなかった気がしますね。まあ、だからリスボン行ったら砂糖ですが、でもアフリカって砂糖売れたかな、なんか売れなかった気がするんでね、やっぱり武器を買っていきましょうか、安ければね。いやー、それにしてももう夏ですね。まだ5月ですけど、まあ5月の頭までちょっと寒かったっていうのがあるんでしょうけどね、あるんですが、いやー、あ、もうさすがに私エアコン入れてます。収録するときはね、窓閉め切っちゃうので、さすがに窓閉め切ると暑いんでね。ねー、あ、そう、セビリアだ、セビリアは寄りません。ね、セビリアもう補給しかできないんでね、まあ、あとガレオン作るときですけども、今ガレオン揃っちゃったのでねーというようなとこですね。さあ、上に上げていきましょう。この時は並べてもいいのかな。うわ、あ、そっか、ウィンドも潮流も、そっか、風も潮流もそっち向きだから、東向きか。甘かったな。いや、もう取り返そう。よし。ちょっとね、ちょっとあの時間を取り返したかったというね。はい。ああ、ちょ、あれ、リスボンでしょ。よし。さあ、進路じゃないと。あ、でも今回のゲームはあれですね、ゼロがキャンセルですね。エンターが決定になってますね。ということは信長三国志とか真逆ですね。このゲームは渋沢興産じゃないんですよね。あ、提督は王女さんも見たことがありますか？噂だとすげえ美人だそうだ。一度見てみてて。私は見てるんですよ。残念だったね。と。さあ、もう私、売るもんなかったかな？いや、その前に、お金が、あ、売るもんあるんだけど、お金があるか。IPS440。いいですね。ということは、でもあれかな。ここ相場が高いから、武器買えないかな。あ、武器100か。100だったらまあ、あれだね。良心的だね。砂糖はもう売れないから。確か砂糖売れないですよね。で、商品売りましょう。あ、商品じゃないわ。商品買うのか。武器思ったより重くないんですね。はい。あ、上がっちゃったね。でも、全然これぐらいだったらまだ大丈夫ですね。確か武器はね、あ、武器何部で売れたか書いてないわ、私。商品変えましょう。あ、さっき売った方がいいか。はい、美術品。ああ、いいですね。480です。アフリカ美術品が30になっちゃってますもんね。あら、ひどい。ほんとね。商品を買う。はい。武器ね。はい。あ、もう満タンになっちゃったね。で、売るで。
何を売れますかと。あ、美術品ね。110、あ、これでまたいっぱいになっちゃった。で、武器買っちゃいましょう。はい。武器が、209ね。はい、載せる場所がなくなりやしたと。ほんたら、商品売りましょうか。あ、もう全部武器になっちゃったかな。あー、うん、売れるね。48。で、ここでは投資しても仕方がないので、さあ、どんどん入れ替えていきましょう。はい。もう売れないかな。ああ、まだ売れるね。あ、中途半端になっちゃってるかな。まあ、積載量12しかないので、もう武器いいでしょう。で、ここで、王女様かな。はい、これ、あちらの陛下がお待ちかねと。あ、しまった、お嬢さんの荷物買うの忘れてたね。貯金はいいですね。アフリカ行くんで貯金してたらまずいので。はい、一見しましょう。よく来られた、降りてた。おー、なんか来たかい？はい。実はこの店をイスパニアの国王に渡してもらいたいのじゃと。そのあたりにとっても、さして何時ではないはず。じゃあ、いいとも引き受けて。あ、いいですよ。これ間違いね。はい、じゃあ、密会していきましょう。え、お気をつくはけしからんやつだと。おじさまも、残念だと。まあ、いいでしょう。と思ったらと。あ、いや、時間大丈夫ですね。まだ6分ぐらい、7分少々なんでね。あ、じゃあいつものとこ入れましょう。まあちょっとヨーロッパ、北ヨーロッパの方回っていきたいんですけどね。ね、いっぱいおってやって、この、なんだろう、感情パラメーターというのはあれかな？感情パラメーターというのは、またしばらくしてると減っちゃうのかな？おってくれてありがとうと。あなたイスパニアまで行くんだったら私何か買ってきてよと。なんでそんなこと勝手に知ってんだい？分かってくれてありがとうと。あなたイスパニア、ああ、何も言わないか。はい。あ、何も、え？それしか言わないのかい？え、もう何も言わなくなったね。さっきのおしの酒美味しいでしょと。あ、ちょっと若干変わっていってますよね。ここはちょっとターボにしましょうか。はい。なんか変わるかい？あ、私のこと忘れないでに変わったね。まだいけるんだよ。あ、これは私はサービスにしとこうわかんないけどね。相方何か買ってこいってうるさいんだよね。あ、今のこれサービスにしといたらっていうのはお金が減らないのかな。まだなんか変わるって聞いたんだけどね。あれだってすごくお酒強いのにって今言ったのかな。あ、すごい冒険してるのねって言ってきたんですね。はい。さあ、じゃあもういいですかね。さあ、次乗組員だ。集めましょう。まあ、50でいいでしょう。はい、お、4人も集まっちゃった。はい、じゃあね、26人。はい。はい、編成終わってください。さあ、行きましょう。ああ、補給して、とりあえずスペイン行かないといけないので、セビリア。セビリアですね。どっちが水だっけ？明日が水だね。ちゃんと一応出てくるんだね。はい、食料。ちょっと高いかな。あ、23高いね。はい、103。あ、でもこれ楽だ。あ、もう沈んだ時は沈んだ時だわ。これ楽だわ。すごい楽。計算しなくていいのがこんなに楽とは。さあ、スペイン向かいましょうか。さあ、セビリアまで向かいましょう。もうこれもパート70超えたんですね。ちょっと早くしましょうか。でもね、やりすぎるとね、ほら、こうなるでしょ。よいしょ。はい。
早いね。うし、あ、よよよよよ。あいや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 と、あいや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 、よいしょ。だいぶ手前からちょっと変えないといけない。あ、そうだ、あと一箇所、私見ときたかったことがあるんですよね。よし、いいね、ここで見ちゃおう。情報ですね。人物。自分のレベルいくらですか？私はね、公開レベルが9です。で、ああ、これはあれなんだね。そのままいけるんだね。で、ニコラウスさんがレベル8。あ、マルコさんもレベル8まで上がったね。オズワルド、あ、そうか、マルコさん上がってたのか。で、フランシスコさん。あ、彼がちょっとレベル6だね。で、ミゲルさん。ミゲルさんも低いよね。ミゲルさん5だわ。アムルさん。あ、アムルさん。あれ ?1、2、3、4、5、6。あ、7人いる。ちょっと、フランシスコさん、ミゲルさん、アムルさん乗せないといけないんだね。わかりました。ちょっと、アムルさん乗せない可能性があるね。指令。人事上官、あミゲルさんとフランシスコさんを乗せとかないといけないんで、マルコさん、違うのかな、艦長にしたらいいのかな、マルコさん、あ、はあ、アムルさん乗せないといけないからね、マルコさん外してアムルさんにしよう、これでいいのかな、ちょっと、これで行ったのかな？指令見た方がいいんだね。人事。船長で見たらいいのか。あ、で、ニコラウスさんとマルコさんと。あら、ニコラウスさんはいいのか。フランシスコさんとミゲルさんとアムルさんとりあえずやらないといけなかったもんね。そうだね、と。ならば、闘病で、セビリアね。セビリアって、スペインでセビリアっていうのは正直聞いたことなかったですね。スペインっていうと、マドリード？うん、いや違う、それのイタリアだわ多分。スペインっていうと、あ、いやいや、スペインだね、マドリード。え、じゃあ自信なくなってきたらちょっと調べてみよう。マドリード、マドリード、ウィキペディアによるとスペインの首都。あ、よかった、首都じゃない、これ間違えたらやばいわね。ていうか、この港はなんかおさんくさいです。あら、ま、セビリアでもそんなこと言うことになっちゃった？え？あ、しまった！また一日使っちゃったのか。ああ、びっくりした。なんで、ああ、離岸機押しちゃったのか。何の中でございますか？一見ね。これはちょっとの、に一体何のじゃ、あなた私のこと知ってんの？私あんた知らないんだけど。名前で呼ばれてるもんね。陛下にはご機嫌をわしくお存じ上げますと。本日はポルトガル国王より書状を預かってまいりました。内密にご手段のほどお願い申し上げますと。はい、わかった。ポルトガル国王によろしく伝えられやと。何のことでございますかと。一見できんの？しばらくここで待たれよと。陛下がお会いになる、もう会えんの？あ、これはちょっとよく名前られた。我が国の政策についてお話しいたそうと。我が国はポルトガルに対して何も、特に何も。おお、ポルトガルは我が国に対して特に何も行わないと。なるほど。え、ということは、私ここに投資できるんじゃない？でも 100% だから、やったらダメなのか、逆に。あ、これ多分やっちゃダメなんだね。投資は。投資やっちゃ多分なんだろう、戦争行為になるかもわかんないね。あ、王様の許可なしにやっちゃってもね。さあ、じゃあじゃあリスボンに帰らないといけないんだね、いっぺんね。うん、そうだね。さあ、ちょっと待ってね。ここ酒場っ子いたかな。あ、いるんだね、いっぱい怒って言った。さあ、じゃあね、いつものマルガリータさんだね。あら、あ、ダメだね。はい、きっと王様が待ちかねてるわ。お、どっちの王様がどっちの王様が待ちかねてんだい。お、きっと王様が待ちかねてるわ。お、これどっちの王様なんだろうね。両方いらないといけないのかな。
うちの酒美味しいでしょと。はい、私のこと忘れないでねって。はい、私のこと忘れないでねから行かないかな。もう一個上がるんですよね。あ、これはサービスね。あ、セリフ、うん、あなたすごいですねに変わったかな。あ、そうね、あなたすごい冒険してるねって。ごめんなさい、今ね、ちょっと あなたすごいボケしてるわねってなんか言いかけたような気がしたんで、一応訂正しておきます。一応、あ、閉まった。乗員募集しなかった。まあいいでしょう。こっちのおさんやってみましょうか。え、返事を出さなくていいのか、私は。多分出さなくて良さそうだね。うん、多分さっきと同じ、うん、制作の時代。もういいよそれ。イスラムは我が国に対して何も、うん、まあ戦争状態になってないということでいいのかな。さあ出ていきましょうか。はい、63日間。あ、時間超えちゃったね。じゃあね、この辺で終わっておきましょうか。88第5回で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。